おはようございます。おはようございます。来ましたよ、崖チャレゴッドサドンデス第2クール。大丈夫ですか、2人とも。どうも、 IMC M チャンネルセンターのアジン2です。エースのモッチです。まず一つ、皆さんに謝らなければいけないことあります。7話ぐらいクソ会が続いてしまったことを深くお詫び申し上げます。どういうことですか。いや、僕らがね、第1クール一番最初に出た時はもう神回でしたよ。だからトータル的に見ても結局一番最初が一番良かったんですよね。間違いない。あとはもう全然ダメっす。僕から言わせてみればもう本当に不合格。もうレベル達してないんだ。さすがセンター。いや本当にそうっすよ。いやそんなことないでしょ。みんな頑張ってたと思いますよ。いやだから振り返ると、うん、ボブスレで最後までね、ネチネチ打って大号泣してた人もいましたし。おったねー、緑のニューイヤーでもね。おったね。で、あとあれっすよ、デカオさんとイチャコラして最終的に何も残ってなかった人もいましたし。オピーの友達でケツ出す人も。いやそうですよ、それだけっすよ。で、あとは新人に結局負けちゃって、うん、引きが強くて有名だったのに何にもできなかったんで。はい、おったね。前回優勝してちょっとだれちゃってるお金持ちじじい。おったね。で、あと最初、うん、序盤中盤は結局ビッグマウスで最終的には引くのかなって思ったけど結局何もできなかったね、人もいましたし。おったね。今じゃもうあれよ、クニーさんの足舐めてるバーテンよ。ペロペロプープツイッターで、はい、ほんまにクニーさん大好きですって言いながら。で最後は姑息な手使って北斗揃い狙いに行ったけどダメで、ね、全然もう何も取れたくもなかった人もいましたし。おったな。北斗行くめの絶対聞かなあかんやな。いやそうですよ、ずるくて結果も残せなくてもう恥ずかしいっすよ。まあまあまあ今日すごいな。いやそうですよ、今日センターすごいよ。まあ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 、確かにね、第一クールそう振り返るといろいろありましたよね。はいはい。そのエンディングでね、たこ焼きの箱にうんこをさせて炎上したっていう方もいらっしゃいましたし。ポエムさん、何そういうのいらないっす。なんですか。こっち真面目にやってるんで、本当に弾けなかった人のたわごとはもう受け入れてないんで。ダメか、ポエム今日はちょっと違うかもしれない。そうなんですよ、空気感が違う。空気違うんで、本当に背番号もらえなかった人のアドバイスとかマジでいらないんで。分かります。なんか自分がね弾けなくて情けない気持ちで僕らみたいなセンターとエースを素直に喜べない、人の幸せを喜べない気持ち、すごいわかります。おるね、足引っ張る系のね、はい、レギュラー取られへんかった先輩とかね、はい、後輩とかおるよね。いらないんですよ。いやだから本当に見応えのないね試合が続いたってことですよ。結局メジャーでいうところの戸塚西リトル VS 本間キリトル。いやわからん、この試合がダラ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 続いてたんですよね。もつさん、いやわかんねえよ。丸山と市原の投げ合いですよ。いやわかんねえよ、わかんないから。そんなので、2人とも、じゃあ今日はじゃあもう2人とも本当安心して任せていいということで。いや任せてくださいよ、もう本当お願いしますよ。はい、もう朝からフルスロットで、はい、ちょっとアジン頼む、ちょっと気合いいっすか、センターの気合い見せてくれよ。いきますよ。いや本当にね、生ぬるい試合ばっか続いてたんで、最高のやついきますよ。最高のスロパチのヨシキが認めたあれいきますよ。いきますよ。モッチさん、モッチさん、ちょっとエースとしてのエースとして、モッチさん、モッチさんもお願いします。はい。おーおーおーおお、ゴッドマン。行きましょう。いやいや、本当お願いしますよ。よっしゃ、来ましたよ。今日も当たり前にゴッド引くんで、マジで見ててください。緊張してきた。来たよ。緊張してきたよ。皆さん安心してください、神回作りますよ。こんな裏方でも100万円を取れる、そんな実践にしたい。いやマジで優勝しか見てないんで。おっしゃ行くぞ。おっしょ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 っ。
my only option for getting rid of niggas. Standing around watching, you know, the indie cleaners. きました、取れたよ、ハルス、アジン取れたな。いや、行きましょう、取れました。早速回すぞ、すぐに回すぞ。1万円いきます。これで決める、これで決めるからな。アジンツ、ハーデス取れました。運命の第2クール1枚目いきます。よっしゃ、行くぜ。いや、緊張する。マジでここ持ちさん勝ち残りましょう。行きましょう。よし、行くぞ。いくぞ、いきますよ、いけ、いけ、よっしゃー、開幕、開幕。いや、俺前先に引いたからね。いや、今回は俺先引かせてもらいますよ、モッツさん。いや、でも、あの、追い込まれてから引くの、すげえ気持ちいいっすよ。いや、あれ、早尾さんも、俺も諦めとったからな、アジンのあれ。いや、でもあそこで、よう引いたよ、よかったっす、やっぱ。あれさすがセンターやなって、はい、あの、ほんま早尾さんも入れた。はい。いや、やっぱリスナーさんに認められるのも嬉しいですけど、早オピーに認められるのめっちゃ嬉しいです。いや、そうね。いや、まあ今日は味のお前並び打ち初めてやもんな。いや、そうっすね。前も並び打ちできんかったもんな。いや、俺だからこの間モッツさんがもっと引いた時顔死んでましたもん。マジで。おい、あるよ、いきなりありますよ。おお。これこれ、この緊張感、この緊張感。いや、でもここまで1年半ぐらいですかね、1年半以上やってきて、もうやっぱりリスナーさんに応援してもらえるのが一番嬉しくて、やっぱりこういうあの僕のキャラってやっぱこう尖ってるんで、なかなかリスナーさんにこう認めてもらえないこととか多いんですよ。そうね、コメントもね、コメントも厳しい意見あったりするもんね。けどやっぱこう数少ない応援してくれるリスナーさんがいれば、僕はもう本当に一生懸命こういう企画にも向き合って頑張っていけるんで、これからも優勝目指してセンターとしてのプライド見せつけますんで。さすが。いやー、僕もね、営業で初期面から入って、なんだかんだで、ね、今でもこうやって演者やってますけど、頑張ってんすよ。バーでいっぱい酒飲んだり、でその分でこうやって演者でこうやってやっていってるんやけども、やっぱし結果を残さなあかん。演者でやってる以上は100万円取らなあかん。全国の、いや、早っ、ちょっと早いっすよ。なんだだったん、謎当たりや。これは完全に高設定かもしれへんわ。うわ、80ゲーム。まずまず出玉を作りながら最高の最高の駆け出し。いやー、でもモッツさんやっぱ当たるの早いっすね。はい、さすが、さすがエースっすよ。あとやっぱ最速ゴッドもあるんで、こうやっぱ開始ね10分20分で引いたら、もうあるぞ、いきなりあるぞ。おお、そうっす。おい、来た、いきなり来たぞ。あるぞ、もう一個いけ、もう一個だ、ある、ある、ある、もう一個いけ、もう一個、もう一個、もう一個、あっ、あっ、マジ？マジ？マジで？早すぎるって、アジン。やばいって。これがセンターの実力っすよ。いいっすか皆さん、決めちゃっていいっすか、モッチさん。決めちゃいますよ、押します、一番下、オッケー、関係ない、来いや、俺がエビちゃん寝るのはセンターだ。まだある、こっから信じろ、こっちあるぞ。あー、これこれ、この緊張感や。モチさん見せたんで、大丈夫、はい、大丈夫、まだ全然余裕っす。じゃあ316ゲーム2枚目いきます。いや、モチさん全然大丈夫っす。全然大丈夫やな。いや、前回いくら投資したと思ってんすか。間違いない。100 100? ちょっとアジンゲット落ちしたら100ゲーム乗った。俺の2枚目の時に、ちょっとアジン2の初当たり、マモー、オッケー。こっからやから、こっからっすね、アジン、こっから。はい、じゃあ行きます。517ゲーム、ゴッドゲーム、行こう。飛べお父さん、パパー。まあ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 、ということで、213枚終了です。
ゴッドゲーム1193枚で終了です。まあでも今日なんかあのアスリート同士モッチさんとこうやって並びでゴッドを引くっていうなんか共同作業ってすごい嬉しくて、なかなかないもんね。正直このイムチャンネルで一番通じ合ってるのは確かにアジンやと思ってた。体育会系あるある。いやなんかあの僕もこう東海大甲府ですごいあの A から D まであったんですよA チーム、B チーム、C チーム、D チームってあって、すごいね。で部員も130人ぐらいいたんですよ、東海大甲府って。モッチさんとこももう同じような感じなんですか。じゃあ俺んとこも1学年30人ぐらい、3、40人おったから、まあだからまあサッカー部全体で合わせたら、だから普通に A、B、C、そうやね、 A、B、C で分かれてた、学年問わず。いやだからなんか IMC とかでも結構この第1クール全体通して終わって、やっぱその、まあ、今回の活躍もしっかりですけど、やっぱランクつけれると思うんですよね。で、あの僕らが思ってるランクとリスナーさんが思ってるランクってちょっと違うと思うんですよ。多分それは違うと思う。ちょっとそれを発表したいなと思って。そうね、だって、まあ、この企画のランクやもんね。今までのトータルのランクじゃなくてこの企画でのランクやからね。とこの企画を加味した、はい、ランクになるんで。じゃあどうします。いやまあそれはね、一番トップから発表していけば。じゃあまず大輔さんから。なるほどね、大ちゃんね。大ちゃんこの企画始まる前はもちろん S やった。まあまあまあそこはもうね認めることしかできないですよ僕も。ここはまあ一斉の方で言おうよ。じゃあ行きますか、うん、せーの、C。おお。いや、やっぱそうっすよね。大丈夫かな、アジン。いや、大丈夫っす。いや、だって僕らセンターと S っすよ。そうやな、ごめん。もちろん、僕らは S なんで。そうやな、はい、忘れとった。まあ、その理由はもう明確やんな。やっぱね、こういう大輔さんって引き強いっすけど、引けなかったんでしょうがないっす。大ちゃんにはね、ブラックアウトか何かでね、やっぱし、しっかり場を温めてブラックアウトさせてほしかった。じゃあ次、なぎばさんいきます。なぎばね、なぎば難しいな。いや、もちろん、なぎばさんね、お世話になってます。ご飯もたくさんおごっていただいて、すごい可愛がっていただいてるんですけど、せーのでいきますか。いこうか、せーの、C、C やな、C です。さすが、もうこれは申し訳ない。もうこれはこれマジで何の打ち合わせもしてないからな。いや、そうですよS があって、A があって、B があって、C やもんな。で、D もあるんで。あ、D あんの、はい、D もあります。マジで D は余裕いいけど。いや、まあ D はまあそうっすね。当たった。お、当たった当たった。おー、ちょっと味、今日の台はちょっと、いや、すごいっすね。今日の台やばいかも。じゃあ、もちさん、D チームだけちょっと発表してもらっていいですか。D だけちょっとお願いします。俺から D 発表すんの。まあこれって引けてないやつらはもう演者じゃないからランクをつける。確かに価値もないと、価値がないってことやもんな、はいはいはい、だから引いてるやつたちの中で D は誰かっていう。俺の中で何人かおる。僕も2人います。いや、思ってるの一緒かもしれへんわ。じゃあ1人目いきますか、せーので。 B、 せーの、スギちゃん。そうね、はい、D はね、スギちゃん引いたかんよ。やっぱり D、D、D、一緒やんな。で、スギちゃんは引いたかんかったよ。わー、もうやりたい放題、補充ゲーム今日やりたい放題やわ。ちょっとやばい、まんまいくかも。90ゲームスギちゃん D だよ。ランクスギちゃん D ランクだからね。いや、スギちゃんは正直めちゃめちゃ優しいですし、アジン最近どう、体調悪くないとか、すごいその辺も気にしてくれてるんですよ。激務だからっていうところも気にしてくれてるんですけど、もうなんか否めないモブキャラ感というか、もうそうなんよな、仕方ないですよ。申し訳ないけど、スギちゃんは D なんよな。いや、バーも頑張ってるし、編集も頑張ってるし、演者としても最高な来店活動してるし、でもやっぱしね、モブキャラ。いや、スギちゃんはちょっとね、なん
か違うんですよ。なんか違うんですよ。そう、いい人なんですよ。めちゃめちゃいい先輩なんですけど、まあ残り一人は言わずもがな、ね、もう言わずもがな、せーのでいきます。あ、圧倒するまでもないけど、いきましょう。せーの、クリストリス。はい、一緒一緒。もうね、まあ後の人はもう C っす。それ以外は C っすけど、クリストリスが D の理由、もうね、あいつは確かにゴッド引きました、引いたけど何発引こうが関係ないんですよ。もう一生 D チーム。いやまあ若干楽しみな感じはするけどな、クリストリスの将来もどこまで行くのか、これが果たして奇跡のクソ野郎なのか、それかマジで決勝戦まで這い上がってくるのか。どうします、クリストリス優勝したら。もう俺恐ろしいっすよ。そうね、おもろいな。でもそれはそれででもこれは阻止せなあかん、どっちかが優勝せなあかんから、ここまで威張っとって。目指すはアジン通貨モッツさんの頂上対決だね。いや間違いない、ブルーロックというところの潔陽一と陽一とね、あのバチラ巡る。ああ、いいっすね。いやそうっすよ、だから結局今までの試合はまあ稲妻イレブンところで言うと、あの栗松と染岡のマッチアップみたいな、あの辺の雑魚の戦いってことっすよ。大丈夫、大丈夫やな。4回目のホットゲーム320枚で終了です。ちょっとポエムさん、ちょっと、ポエムさん、何やってんのほんまに。ポエムさん、ちょっと目立たないでくださいよ。なんで引いてんすか。もうアジも映さん、映さん、もうこんな、ほんと、なんで映さんでいい。ちょっとおかしいでしょ。5回目のホットゲーム、オッケー、234枚。いや、なんだかんだで俺もなサッカーやってきて、ずっと小学校からなんだかんだでね、プロ目指しとった時期もあったんよ。まあもちろんアジンもあるやろ、プロ目指、もちろん強豪校で。いや、もちろん僕も、もう幼い頃からプロ野球選手目指してきてましたけど、モチさんもやっぱプロ目指してたんですか。そうなの、あんまり喋ったことなかったよな、こういうの。動画でも多分ね、喋ったことなかったけど。いや、もうせっかくなんで教えてください。そうよね。俺もなんだかんだ小学校1年生からサッカーし始めてきて、まあ、ズバ抜けて小学校から身長が高かったんよ。小学校6年生上がるときには170センチくらいあって、ヘディングなんかもう絶対勝てるし、体負けなんか絶対せえへんかったし、まあ小学校の時から県選抜とかずっと選ばれてて、まあ中学校とかまあそういう英才教育受けてきて、サッカーのまあもう高校生入るときに180センチあったかな俺。まあそれなりの地域でも関西でもなかなかの強豪校入って、でもちろん高校の県選抜も入らせてもらってて、でその県選抜の合宿でスペインに行くことがあったんよ。そのスペインでバルセロナのあの有名なメッシとかがおった、そう、あのクラブチームのコーチが直接指導してくださってて、この県選抜で、県選抜ね、なんか見てくれてて1時間だけ、その時もスペイン語で君いいねみたいなことを言われたよね。まあヘディングの強さとかがあったから、あとキックの、まあ、自分が一番自信持っとったのがロングキックの精度とヘディングの強さ、そこを武器にしてずっとやってきたよね。だからそこを見られたんか知らんけど、君いいねみたいなこと言われて、いやこれ完全に俺プロいけるんちゃうみたいな、っていう順調な小中高と最高のサッカー人生を送ってきたわけよ。ああ、もうエリート街道だったわけですね。ほんでまあ事件が起こるわけよね。高校3年生全国大会を控えた準決勝、その前に俺は怪我をするんよ。アキレス腱切って、お尻の尾骶骨っていうところにもひびがいって、
それで電池ほんまに1年ぐらいもうほぼ皆無。まあ僕が出れへんかったっていうわけでもないけど、それでまあうちの高校は全国大会出られへんかった。でめちゃめちゃあの時はマジで人生で一番精神面やんたんちゃうかな。ほんまになんか真っ白になった。1週間ぐらい風呂入らへんかったりとか、1週間ぐらいもうマジで部屋から出てこへんかったりとか、めっちゃやんでた時期はあった。まあそれぐらい本気でサッカーに取り組んでた俺は。今何があった俺。おむつを履いておむつのステッカーを配布してるおじさんになってんねん。スペインのあのバルセロナのコーチに君いいねって言われて、今おむつ履いてるんですよ。自信持ってください。唯一無二じゃないですか。はい、ということで3枚目ちょっとポエムさんいらないですよ別に。ちょっとおポエムさん煽ってんすか。誰が引いてんのよあれ。もう何なんすかこの顔。なんでちょっと笑ってんすか。いや、マジで俺らのかけたらやね。おかしいって。いやもうおかしいって。ポエムさん圧倒的に初当たりするあんのに。ぬめ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 回してるでほんまに。これアジン。はい、なんすか。なんかこいつはヤバかったみたいな女性おる。あ、いますよ。高2の時に付き合ったちゃんっていう女の子なんですけど、ちゃん。やっぱ僕もめちゃめちゃセックスしたかったんで、もう寮にも連れ込もうとしたんですけど、やっぱさすがに無理で、甲府市にある舞鶴城公園ってとこがあるんですよ。でそこで結構イチャイチャしてたんですけど、まあ、気づいたら夜になって何にもしてなかったんですよ。セックスしたくてしたくてたまらなかったんですけど、とりあえずチューしたりとかで終わっちゃってて、もう長いことメロチューしてたんですよ。気持ち悪い話やな。で夜になって人気も少なくなって、とりあえずマンコも触ったことないんで、触りたい触りたいってなって指入れたんですよ。で匂い嗅いだら、え、めちゃめちゃ臭いじゃんって思って、え、何この匂いみたいな。でもしかしたらそのマンコが臭いんじゃなくて俺の嗅覚がおかしいのかなと思って、で確かめたくて家に持って帰りたいなと思って匂いを。やばくしょ、バリくしょこいつ。ティッシュ用意して手満してこう手につけてティッシュにベチョって、でそれを持ち帰りました。気持ち悪い、こいつめちゃくちゃ気持ち悪い。何言うてんの。モッチさんはいないんすか、草マンの話。キングオブ草マンの話。キングオブ草マンの話か。まあちょっと草マンっていうカテゴリーには入らへんかもしれへんけど、まあ合コンで出会った子で、まあもう2人ぐらい、まあ、3対3、あ、3対3でやったんやけど、まあなんかそのお酒も結構飲んでて、どうしてもその日中に処理したいなっていうことがあって、その3人の中で一番顔が良くないって言ったらあれやけど、まあいけるやろうなっていうような子に行ったんよ。まあ案の定結構簡単ですぐに連れて帰ってたって。まあでも森山中の、いや村上をもうちょっとだけ可愛くした感じ。でも体型は ふっくらしてて大きかった。あー、ムチッとしてたんですね。そう、まあノリも良かったし、はいはいはい。でホテルに行って、まあまあまあおっぱい大きいし、まあそれなりのプレーは楽しめるかなとか思っちゃってたんやけど、
案外 S 気があっていろいろ指示してくるわけよ。服脱いでとかで、あと後ろからハグしてとか、いやこいつやばいみたいな、こいつやばいやばいってなって、で最終的にその子が言ったのがおしっこしてほしいって言って、いや放尿してくれと、うん、いや男から女はあるよ、男から女は放尿プレイあるよ、なんか見せてみたいな、はい、潜水ね、そう、はいはいはい、女から男あんのみたいな、まあそれはちょっと僕なりにもめっちゃ興奮して、その女の子の前で、まあ、2人でお風呂行って、お風呂で、その子の前で、おしっこした。で、めちゃくちゃ黄色かったんやろうな、俺のおしっこが。めちゃくちゃドデカミンって言われた。ドデカミンみたいみたいな。いや、めちゃくちゃキモいこいつとか思いながら。いや、こいつめちゃくちゃキモくてエロいってなって、好きってなった。キングオブ貴様の話してるんですけど、全然関係ないじゃないですか。でもそのこと結構、意気投合して、なんだかんだで、5、6回したんじゃない？知らないっすよ。全然関係ないじゃないですか。はい、実践開始から、8時間が、今経過したところですけれども、意外と早いですね。意外と早いの？はい、どうやったの？あっという間で、はい、今のところですね、何も、はい、まあ何もないのかなっていうふうに思うんですけど、今まで、2人とも、はいはい、ゴッド引けない回っていうのはなかったじゃないですか。はいはい、まあまあまあ、もちろん、まあ、ちょっと今回そういうことになるんじゃないかなっていう、ちょっとごめんなさい、いや違うんです、ちょっと心配になっちゃっただけで、いや、はい、いやこうやっぱ浅いっすよポエムさん、すごいね、はい、浅はか、はい、結局、はい、僕らセンターとエースなんで、はい、結局早々に引いてもつまらないっていうことは、はい、もうもちろん分かってました、ね、浅から言ってたもんね、そうですそうです、今日は、はい、見せる第2クール、あそう、はい、2人でテーマ持ってやってましたんで、朝から ねちゃんとこう打ち合わせしてね、そうですそうです、だから結局ドラマチックパッチするっすよ、なるほど、エンターテインメントでしょ、そうですそうです、まあでもあ、なるほど、あ、まあ、エンターテインメントっていうことですよね、はいはい、そうですそうです、まあ、でも現状どちらか片方を残り時間で、はいはい、まあ、ゴッと引くのが大体 50% で、まあ、2人とも引くとなると、はいはい、まあ 20% を下回るぐらいになると思うんですよ、いや、まあまあ、ボイムさん、そんな大丈夫ですか、確率の話して面白いですか、僕らは、ね、そういうステージでやってないんで、で、はい、そうですよね、モッツさん、そうやねんな、なんかちょっと違う算数してるわ、はい、ボイム、あとなんかそのメジャーで例えると、はい、こう打ち分けてわざとこう内野ゴロ打ったり、はい、フライ打ったりとか、はいはいはい、オフェンストレーニング C の6番やってるだけなんで、いやちょっと分かんないですけど、だからわざと引いてないんですよ、あなるほど、はい、ここまではもう全て計算済み、そうです、演出っす、あなるほど、実際ちょっと心なしか、はいはい、朝よりちょっとニキビができてるようななんかギトギト、油取り紙買ってきましょうか、そう、いらないですいらないですマジで、本当になんだろうな、このいるんすよね、はい、こうメンバー外から、はい、ガヤが飛んでくるみたいな、はい、そういうの本当にいらないんで、真面目にやってるんでこっちは、まあ、エンターテイナーとしてやってるんで、はいはい、いらないですマジで、すいません、あとちょっと余談なんですけど、はい、大丈夫、はい、私カメラマンポエム、はい、ちょ純正ゴッドの方をもうすでに2回ほど引かせていただいたんですけど、はいはい、まあそのあたりも別に、ああもうね、はい、いるんすよ、なんかそのポエムさんのこの立ち回り、なんかこのアジン引くなみたいな、アジン死ねみたいな、こうプンプン匂いがするんすよマジで性格悪いっすよ、いやいや本当に性格悪い、いやいや僕はまあちょっと万が一引けないことがあったらやばいなっていう、はい、そういう親心というか、はい、ちょっと心配性なところで言ってるんですよね、なんかいやらしいっすよね、はい、いやらしいな、この感じポエムさんらしいというか、ま、怖いな、怖い、あともう一点だけ確認なんですけど、はいはい、引いたやつが正義、はいはい、引かなかったら終わりってことでいいですよね、いやもちろんっすよ、引きますもん、終わりよ、はい、引かなかったらおしまい、引かなかった引かなかったら終わりってことで、はい、いやそんなねエンディングになってるわけがないんで、間違いない、はい、エンディングはすごいよ、いやそうっすよ、うんうん、すごいことになってるよ、はい、エンディングはポエムさんが今思い描いてるような展開には申し訳ないですけど、ならないっす、ならない、ごめんなさい、すごいことになってるよ、はい、ポエムさんがうわアジンモチさん引きやがったって結局神回かよって黙らせるんで、あ大丈夫っすよ、はい、はい、じゃあまあエースとセンターさん、はい、
の2人でね、ちょっとお願いしますよ。はい、じゃあ、うん、まあ、大丈夫ですか。ちょっとギトギトギトもういい、なんすか、ギトギト、もういいっす、もうなんすか、もう大丈夫ですか、もういいっす、行きましょう、行こう、さっさと行こう、もう行きましょう、ほらもう行きましょう、大丈夫ですか、大丈夫です、なんすか、こうやってる時間で期待時間減ってる、はい、本当に、あ、すいません、まあ、引いたやつが正義、なんで言うの、これ引かなかったら終わりってことで、しつこいな、あ、大丈夫ですよね、いや、すいません、確認なんですけど、1回戦で負けたくせにぐちゃぐちゃうるさいんですよ、すいません、ちょっとこれから引くって言ってるじゃないですか、あ、確認だけ、うるさいな、ちょっと心配になって、なんでちょっと嬉しそうなんですか、煮詰まってきましたね。残すところラスト1時間、ここでゴッドが引けない場合、2人と もう完全敗退と、こういうことになってしまいますけれども、どうですか、気持ちは折れてませんか、小泉さん、まず一つ、うん、言いたいこと言わせてもらっていいですか、どうぞ、こういった舞台を用意していただいて本当にありがとうございます。正直言ってこんなにひりついたシチュエーションなかなか体験できるところじゃないんで本当に感謝してます。まず親父、野球を教えてくれてありがとう。お母さん、一生懸命愛を持って育ててくれてありがとう。そして風景のみんな、いつも困った時協力してくれてありがとうございます。そして最後にいつも応援してくださってるリスナーさん、ありがとうございます。こういった人々のおかげで僕らはこうやって戦わせてもらってるんで本当に感謝します。だからこそ引かなきゃいけないと思うんですよ。うん、そうっすよね、モッツさん。その通りや、モッツさん、大丈夫ですか、なんか諦めてませんか、モッツさん。勘弁してよ、諦めてないやん。でも100万欲しかったなっていうのは思う。でもモッツさん、まあでもはっきり言ってラスト残り1時間で2人ともゴッと引くっていうのはもうめちゃくちゃ確率としては低いです。いや、それはもちろん分かってます。もう不可能に近いっていう。ただ、なるほど、うん、ポエムさん、はい、今逆境に立たされてますけど、うん、ここで2人でゴッと引っ張ってきて確率は薄いですけど必ずものにして、大輔さん、なぎばさん、そしてポエムさん、 IMC 全員の演者さん超えて伝説作ります。この残りの1時間でゴッド2人とも引っ張ってこれたら本物のヒーローになれるんで、行きましょう。よう言った。大丈夫ですか、モッチさん、大丈夫ですか、モッチさん、引けますか、あと1時間、はい、行けるに決まってるやん。1時間やね、あと1時間、はい、あと1時間でゴッド引くまで、あとたった1時間ですよ、たった1時間でゴッド引くだけやろ、はい、いけるやん。マジの努力なんかもみんな分かってるし、俺も元前で見てきた一番分かってる積み重ねてきたもんがあるやろ、はい、努力、マジなら絶対いけるよ。マジいっぱい頑張ってきたやん、思い返して、ほらあの箱にうんこするやつとか、あの持ちた、そういうことじゃないんで、あ、マジか、ごめん、はい、あの、モツさん、はい、まあ、まあ、でも、まあ、それも含めてアジン2ですし、まあ、いろいろありましたけど、支えてくれるリスナーさんたくさんいるんで、その人たちのために、そうやな、ごめん、もうみんなの力をもう集結させて自分の魂宿して、みんなの思い背負ってゴッと引きます。よっしゃ、いや、アジン、はい、素晴らしいよ、素晴らしい、アジンさん、よく言い切った、センターの目だね、はい、目が違います。もうここでもう伝説作ってくれ、はい、もう超えていけよ俺を、言ってくれ、はい、言っちゃっていいから、小山さん任せてください、頼んだぞ、はい、最後に IMC の歴史塗り替えて、真のセンター、真のエース、その姿を僕の前に見せてくれ。すげえ、めっちゃ痺れた、小山さん、はあ、ありがとうございます、行こう、はい、よし、行こう、行きましょう、行こう、行こう、もう一度行きましょう、行こう、絶対引く、絶対引きましょう、引きますよ、1時間で、はい、やばらしい、伝説作れよ、行けるまだ試合見せてくれよ、小山さん、まだ終わってないっすよ、終わってねえぞ、はい、最後まで、はい、魂込めろよ、行きます、行けよ、よし、
るぞ。ここで決める。行くぞ、マジで頼む、ここしかない、頼む、何でもいい、行け。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。弾けなくてすいません。これで終わります。100万円欲しかったな。皆さんありがとうございました。応援の方100万円も欲しかったけど仕方がない、弾かれへんかったもん。頑張ったのにな、マジによく頑張った。もちさんありがとうございました。はいどっ、もっと長くね、アジンと解きたかったよ。すいません、弾けなくてすいませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうほんと長い間ね、戦い抜いていただいて、まあ結果、ガクチャレゴットサドンデス、第2クールは、モッツさん、アジン2はここで脱落という結果になりました。最後も惜しかったな。最後惜しかったんやけどな俺。いやでもまあやりきりましたけど、やりきったな。まあ弾けなかったのは事実っていうのはもちろん認めますけど、いや今頑張った頑張った偉い。これ企画的に大丈夫ですか。えどういうこと。えだってセンターとエースがこれからいなくなるんですよ。まあそうですね。でも企画もう誰も見なくなっちゃいますよ。まだ言うてるやん。何がすか。まだ言うてますよ。あれ人、はい、冷静になって、はい、冷静になってない。いや冷静になってますよ。一回だけ冷静になって、はい、うんこで炎上したやつ。はい、俺な、はい、俺はバーの脱よ、月に1回か2回しか抱いてもらえてない。はい、そんなやつがセンターのエース。アホな話やで。ちょっと待ってくださいよ。勘弁してまだ言うてんの。だってもっと聞いてください。開幕戦からセンターとエースの2枚看板でやってますってここまでやってきましたし、リスナーさんのね期待もありましたし、もちさんに関しては自分でエースだって言ってたじゃないですか。ちょっと待って、まあちょっと1ワードずつ整理していくんやけど、はいはい、誰もまあ最初な、誰もアジンがセンターになってほしいなんて思ってるリスナー誰一人おらへん。ちょっと待ってください。あとな、はい、俺な初回から、はい、初戦から自分がエースになれるなんて1ミリたりとも思って言ってたじゃないですか自分で。お前そら言うよ。ほら当たり前やん。もしかしたら引いていったらもしかしたらちょっとでエースになれるかなっていうところもあるよ。もう俺らが優勝したらエースになれるよ。はい、はいはい、1回戦2回戦で俺は負けたよね、はい、しかも史上最強のクソ回やこんな。だって今まであったかどっちもゴッといかれへんかった回や、はいはい、いやいや俺らはそれやっちゃったよ、ね、いやなかったからこそ、うん、ちょっとこれ企画大丈夫なのかなってやり直しませんかっていうところを。やり直せるわけないや。どんな顔してやり直すねお前。お前すげえな。いやだからこれなかったことにして、うんうん、もう一回センターとエースいなくなっちゃうから。マジだからあれっすよ、ボイス聞いてください。なんだよ。メジャーでいうところの、うんうん、シゲノゴロウと佐藤俊也がいない回がこのまま続くんすよ。あともっとね、もう頭がおかしなってモテる、うん、視点を変えて、うん、ほらそのメジャーのモブキャラ誰？モブキャラ丸山とか市原ですか。うん、丸山と
市原や。ちょっと待ってください。めちゃめちゃモブキャラじゃないですか。いや、え、しげのと佐藤俊也じゃないですか。もっと、もっと、まああのそのなんかアニメの舞台にしてちょっと頭おかしくなってるかもしれないけど、もうちょっと、はい、もうちょっと噛み砕いて話したのか。はい、クリーンさん、はいはい、オービス、はい、デカオン、はい、あとスギちゃん、はいはい、あとアジン、はい、モッチ、はい、どうこのメンバー。どうってどう。お前見たら分かるやろ。なんすか。完全なモブキャラやん。ちょっとなんで完全なるモブキャラやねん。なんてこと言うんすか。下から考えた方が俺らは早いねん。そこのカテゴリーにおんねん俺らは。そんな奴らがエースをセンターなのって書きてあるこのメインやで、ね、イブチャンネルのメインの動画を、はいはい、荒らしたらあかんねん、うん、もう俺らは静かにせなあかん。なんでそれ急にそんな。目覚ませ。目覚まして完全に目覚ませ。もうコツコツたこ焼き焼こ、頑張ろ。コツコツたこ焼き一緒に焼いて、はい、T シャツ頑張って売ろう、はい、これでいいからな。いや、まあ、それは一生懸命やりますけど、いや実践のこのパート、はい、実践のあのパート、はい、後ろからカメラ撮られるアングル、はいはい、一生ないからなんてこと言うんすか。もうない、確実にない。いや、またほらコツコツ頑張ってれば、はい、またほらチャンスが巡ってくるかもしれないからね。それはある、それはある。だからまあ本当まあ夢、いい夢見れてしまう。そう、俺もほんま、もしかしたら一回戦ね、二、はい、人で頑張って、はいはいはい、あのめちゃくちゃいい回作れて、はい、あれ、はい、もしかしたらこのまま二人で優勝かき上がって、はいはい、あるんちゃうかなって思ったよ、はい、俺もな、はいはい、もちろんちょっとだけ夢見れた。はいはい。でも俺今日もう夕方ぐらいからあかんなと思ってた。早くないですか。なんか夕方ぐらいからなんか諦めんの早いよ。なんかもうゴッドゲームめちゃめちゃ苦しいな、高設定やなっていうのも分かったし、はいはいはい、なんか天井全くいかへんし、はい、なんか強いフラグも全く来へんから、はい、あ今日もしかしてあかんなとか思いながらも打ってた、ごめんそこは、うん、いやもう颯爽と諦めてるじゃないですか。うん、まあ、だからそうやね。さんどうしましょう。味ちょっと完全にね、頭おかしなって、頭おかしなってますね。え、待ってください、これえキチゲだよ今お前。いや完全なんてこと言うんすか。キチゲだぜ。え、ちょっと待ってください。え、これ夢なんすか。いや夢で、夢やで、夢、夢、全部夢、全然夢。え、明日からまた朝の5時か6時か知らんけど、はい、現場のためにたこ焼きの準備して T シャツの配送して、あの新人見て、そういう現場あるから、そう、それがあなたの仕事や。いや、一緒頑張ろう。いや待ってくださいよ。え、ちょっと819に引く仕事なんか無理。俺も無理。俺もそんな絶対無理。え、俺諦めきれないんで。やばい、完全に頭いかれてる。ちょっと僕のこと殴ってくださいよ。ちょっといや、もちさんここお願いします。マジ僕からも。いや、俺も信じきれてないんで、はい、これで、目が覚めると思いますんで。なるほど、はい、明日からお前は、はい、たこ焼き、たこ焼き部門で土下座して T シャツ売るんやからな、はい、頑張れよ、はい、ほんまにな、はい、行くぞ。歯食いしまって、はい、行くからな、行くからな、目つぶった方がいいんじゃん。行くぞ。どう、アジ、どう。いや、夢でした。よかった。はい、よかった。冷めた。なんか、良くない、良くない夢見てたかもしれないですね。良、うんうん、かった、良かったな、はい、やっぱこう、入社当時の、この泥臭さというか、うん、本当にたこ焼きを一生懸命、うん、僕はたこ焼き屋なんだって、うん、そう、なんか、パチンコ、パチスロの演者じゃなくて、うん、819に引くとか、うん、プレミアフラグを引くとか、そういう無理無理無理ことじゃなくて、絶対無理やね。僕は本当にこう、汗水垂らしながら、コツコツな、コツコツ、こう重労働していくっていうような、風景あたりの人間だったんで、そうやね、今後も皆様よろしくお願いします。クニンさん、はい、デカオン、はい、スギちゃん、モッチ、オービス、はい、アジン、はい、一緒に頑張ろう。アジン、そうですね、コツコツな、はい、ポエムさんも本当にありがとうございました。ああ、全然全然、なんか、こう今までふわふわしてましたけど、なんかこう地に足ついたというか、うん、この時でよかった、よかったよかった、ありがとうございました、うん、なんかこう、すがすがしいというか、うん、はい、これからまた一から頑張っていこうかなっていうところでございますんで、うん、ただな、ただただ汗の油がすごい。顔の油がもうデカデカやねん。ほんまに。でもなんかしかもやる前から見て、はい、完全に、完全におばあちゃん。いやいやいや、ここ1年で、老けちゃいました。